小指で鼻をほじるとロサンゼルス。はい、皆さんお中にだと思う昼下がりのジャマイカでーす。ということで今回なんですけども来ました、 IQ200 戦略やっていきたいと思います。ということで帰ってきましたね。ということで今回なんですけども第17弾ですね。17弾何をするのかと言いますとですね、はい、今回は来ました、ついに来ました、ついに来ました。特に何が来たってわけじゃないんですけど、あれですね、脱いだ服を人型の形に置いたらそれはもう人に見えるんじゃないか説ということでね、多分ねそうしたら敵もビビってそのね、そのなんか服をね売ってしまうんじゃないかなと思ってね、今回はこの検証をやっていきたいと思います。ってことで、またこの映像を見ていただいたらわかるんですけど、マジで人に見えるんですよ。マジ伏せてる人に見えるっていうことがありますので、まあ、今回はねそれをやっていきたいなと思っております。ってことで早速やっていきますよ。皆さんいきますよ、せーの、やっていこうじゃないかー。ということでいきましょう。よし、ってことでやっていきますか。ってことでどうしよっかな。ちょっとさ、あれしよう、なんか急に敵が現れたらビビるっていう感じの状況を作ろう。ってことで、まあ L 字が開いたということで、おーやでやってんね、かわいそうに。おーっと近いですね、開いたね。はい、まあでやりたいことなんですけど、おー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 おおおお、危ない危ない、わわ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 わ、なんだあいつ。よし、でやりたいことなんですけど、まあ、そうだな、どこでやろっかな。まあ、L 字上がったところでいっか。ってことで、はい、やりたいことですね。こう。あ、ちょ、逆だな。これをね、待って、なんか敵いるんだけど。ちょ、これで、いい方向向いてほしい。まっすぐ。まっすぐ前向いてほしい、この服が。はい。あ、完璧。ほら、この向き、この向き。で、この向きで、ズボンも、脱いでいく。ヘルメットも、頭の部分に置くと。で、ここにベストも置く、真ん中に。で、つなぎ目も隠す。どう？人に見えなくもない。人に見えなくもなくない？これ。どうですか？見えないね。見えないね。どうしよう。もっといっぱい逆に服を置いてみようかな。よし。てか敵が来るかどうかがまずわからないけど、まあいいでしょう。いや、薄いな。いや、薄いな。ちょっと見えるかな、ちょっと見てくるか。はい。はい、来ました。敵来ました。はい。うおーってなんないね。ちょっと待って。ちょっと待って。案外薄い。案外薄いぞ。どうしよう。逆にいっぱい置かない方がむしろ見えるとか、そういうとこある。なんかね、まっすぐじゃないんだろうな、多分な。まっすぐじゃないからだ。よし、そうしよう。完璧に人の形だ。完璧に人の形だ。完璧に人の形だ。これどうよ。これ人に見えるでしょ。で、これで敵を呼ぶ。呼び込みたいんだけど。来るかな？あ、足音する。あ、来た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 。来た来た来た。来た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 。ビビるかな？ビビるかな？ビビるかな？ビビれ！ビビれ！ビビれ、それに。ビビってない！全然ビビらない。よし、ってことでさっきの反省点ですね。うわ、くさくさくさ、勝負を急ぎすぎましたね。ってことでちょっとね、もうちょっと後に敵がもっと焦りそうな状況、もうほとんど最終シーンみたいなぐらいの時にこれやりたい、これをやりたい。まあそれか、まあ、このジーパンとかだっていっぱい落ちてるから、いっぱい落ちてるから、これはもう例えばね、道とかに置いたらめちゃめちゃ人っぽく見えるんじゃねって思っちゃったんですよね。だから道とか、なんかね、何もないところ、例えばこういうさ、ちょっと怪しげな、こんなとこ伏せてたらやばいっしょみたいなところに、間違えた、まあ置いていくと。
そしたらめちゃめちゃ人に見えるんじゃねって思っちゃったんですよね。お、完璧。待って、やめて、来ないで。なんか来たんだけど、ね、無理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 。イエーイ。こういうのね、落ち着けばね全然いけるんよ。どっから湧いてる？尻か、尻ぴったりか。これ尻と尻の間、つまり股から湧いてくるんだった。虫が、忘れてた。よし、うわ完璧完璧。あ、これいいじゃん、これいいじゃん、これいいじゃん。あー、ぽい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 か、ぽいのかこれ。まあ、これを最終局面で作れば人には見えなくもないということで、今回はねこれを最終局面でちょっと作っていきたいなと思います。ということで、ぜひ最終局面まで見ていっていただけると嬉しいです。ってことでいきましょう。パパラパパ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 、死にまーす、危ないです。ハチスコなんでついてるんですか。うーん、勝った。ハチスコつける優先順位とか、スコープをつける優先順位とかもなんかアップデートで決められるようになってくれたら超嬉しいんだけどな。でねだってみる、お願い。ぎんなんじゃお願い。ギリーを一本ドンでやった方がさ、多分早いよねこれ、多分だけど。ギリーを一本ドンってやるためにはギリーを見つけなきゃ。おお、勝手に起き上がった。やばいでーす、危ない。何、え、何2台いんの、どうでしょう。やばい、なんか別っぱじゃん、やばい。なんか死ぬ、勝ったこいつ、勝たくねーよーし、ちょっとギリー探したいね。やっぱ暇な時間を有効活用できるかできないかでね、人生の充実さが決まってくるって言われてるからね。あの、有名な、某有名な人、僕なんですけど、僕の格言なんですけど、あ、そうだ、多分、そういえばね、ちょっと、急になんか雑談みたいな感じなんですけど、あの、そういえばなんですけどね、僕、歌ってみたをですね、出しました。はい、多分、推してる方の方が多いと思うんですけど、僕、歌ってみたをね、出したんですよ。その、天病の歌っていう歌なんですけど、作さんと、ちょっとコラボしてね、ちょっと出させていただきましたので、もしよろしければ、あの、作さんの方のチャンネルから聞いていただけると嬉しいです。まあ、聞くだけね、聞くだけもう本当に聞いてみてほしい。もう上手い下手関係なく、もう聞くだけ聞いてみてほしい。もうね、なんかその自分の歌がね、あの人に届くっていうのがとてもね嬉しいことなので、もう本当に一回だけでもいいので聞いてみてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、止まってんね、あそこ止まってますね。止まってるけどどうしたらいい、あれなんか乗ってた、あれ何してんだあれ。あ、出てきた。壁あんの。あー、うますぎ。なんか、もう一個、もう一個来た。当たんない。あ、なんかもう一個来た、もう一個来た、もう一個来た。一発で仕留める。無理だ。うえぇー、今間が。素早く並べる技をちょっと練習しとこう、暇だから。はい、はい、はい。で、この長くしてのヘッド、はい。いや、人には見えんな。アンチ上かよ。嘘だろ。先アンチ上行きたいな、これ。先上アンチ行こう。よし。止まっての、よし。で、その辺に適当に作りますか。で、これがね、これをやってる間にね、これをやってる間がね、一番怖いの。ね、一番怖いの。マジで。なんかちょっと足玉がしてきちゃうぐらいにね、本当に一番怖いの。あ、うまい、うまい、それはうまい。ちょっとベストさん、やだな、ベスト死ぬの。どうよ。うわ、人っぽ。人っぽ、マジ人っぽ、これ。人っぽすぎて困るんだけど、逆に。やめてね、今。すごいやめてね。ちゃんと人になってる。あー、しかもアンチ外れるやん。これ絶対見なくねえか。無理だな。ちょっと回収しよう。無理だな。ここは無理だ。うわ、しかもアンチ外で2枚死んだ。えぐ。ガス暗い、ガス。よいしょ。で、ガス投げたら多分速攻引いてくれるだろうと思うんだよ。引け。あ、なんか、なんか勝った。なんか勝ったよ。家の中の方がいいかな。入った瞬間とかに、この辺に伏せ、いいセットがあるじゃないか。うわ、人に見えなくないこれ。見えなくないこれ。見えなくないじゃないよ。え、そっちか。待って、ここアンチがいやん。嘘でしょ。やばい、待って、バレてない。バレてない。バレてないぞ。私はバレていない。バレてなどない。
え、詰めてくるよ、それ。詰めてくるならやるしかないんだけど。あ、待って、ギリ入らせて。あ、オッケーオッケーオッケー。ここに、ここに物資を置いていく。あ、ちょっとベストはダメだ。ベストはダメだ。このいらない物資たちを置いていくことによって、ここに人がいると錯覚させよう。もはや。ここに人がいるよ。いるらしいよ。はい、ということでね、終わりなんですけども、まあ、そうですね、終わり方としては、100点なんじゃないでしょうか。ということでね、まあ、今回はね、とても楽しい企画をやらせていただきました。まあ、勢いがあれば、別に最後どう終わろうと別に勝手だと思います。なんならむしろ最後盛り上がってたらね、盛り上がって終われるんじゃないかなと思いました。ということで、今回はこんな感じで、動画以上になります。今回の IQ200 戦略、使えると発表します。ドゥルルルルルルルバン 0% ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。